だんだんどうも動画ご視聴いただきありがとうございます。ここでは英語の最も基本である5つの文型について解説していきたいと思います。動画の進め方ですが、こちら、私の方で制作したテキストとなります。このテキストに沿って解説を進めていきたいと思います。テキストが欲しい方は下の概要欄から手に入れることができるので、欲しい方はご自由にお取りください。それでは早速やっていきますが、初回は1番、2番、3番、このあたりの話を中心に進めていきたいと思います。やっていきましょう。単語を並べていくことで文は作られますが、文には様々な要素があります。主語、述語、目的語、補語。記号で言うと S、V、O、C となっています。主語になれるのは品詞で言うと名詞。日本語では何々はとか何々がに相当する部分になります。位置は文の先頭に来ます。述語ですが、記号では V を使います。動詞が述語になることができます。日本語では何々をするに相当する部分です。英語では主語のすぐ後ろに動詞が来ます。続いて目的語ですが、記号は O です。日本語訳の何々をに相当する部分です。他動詞を使うときには目的語が必要となります。そして補語ですが、記号では C と書き、名詞や形容詞が補語になることができます。位置としては B 動詞のすぐ後ろが補語になります。厳密に言うとちょっと違う部分もあるんですが、その辺はまたおいおいやっていきたいと思います。なお、修飾語というものもあります。記号で書くと M です。このような要素もありますが、基本骨格に修飾語は含みません。様々な英文がありますが、実は英文っていうのは5つのパターンに分類できます。なかなかこれはすごいことですよね。何千何百何十万という英文があるにもかかわらず、パターンとしては5個しかない。第1文型は SV、第2文型は SVC、第3文型は SVO、第4文型は SVOO、第5文型は SVOC。もちろんですね、命令文だとか、there is 構文だとか、こういった型にはまらない例外的な文もあるっちゃあるのですが、基本となるのはこの5つです。この5つの文の形を理解すること。これが英語を学ぶ上で何よりも大切なこととなっています。それではこれからそれぞれの文型の具体例を見ていきましょう。まず第一文型、SV 文型。これは主語と動詞からなる文型で目的語がない文です。例文を見てみましょう。I go to school by train. 私は電車で学校に行く。主語となるのは I、動詞が go です。I go. 私は行く。ではどこへ行くか。to school. 学校に行く。どんな手段で行くか。by train. 電車で行く。電車でや学校には行くを修飾しています。to school や by train はいずれも go にかかっています。このような要素を修飾語と呼びます。第二文型を飛ばして先に第三文型を見ていきます。第一文型は SV 文型でしたが、第3文型は SVO 文型、目的語がある文となっています。具体例としては、I play soccer every day のような文があります。私はサッカーをする。これが第3文型の SVO 文型となります。目的語は日本語で言うと、何々をに相当する部分になります。品詞で言えば名詞となります。先ほどの SV 文型では、動詞 go の後ろ、go の次に来たのは to という前置詞です。しかし SVO 文型では動詞の後ろに名詞が来ます。今回ではサッカーという名詞が来ています。動詞の後ろに名詞が来て、こいつが目的語となる。そのような構造を持っています。最後の everyday は play を修飾しています。毎日 play する。そのような修飾関係があります。このような修飾、非修飾の関係もしっかり見抜けるようになりましょう。今度は先ほど飛ばした第二文型を見ていきましょう。第二文型は SVC 文型と呼ばれる文型で、主に B 動詞を使った文となります。例えば、His name is John。このような文が SVC 文型となります。SVC 文型においては、S と C がイコールの関係で結ばれます。この例文においては、His name イコール John という関係が成り立っています。このような場合、John は His name の補語というふうに呼びます。いずれまた詳しくやりますが、イコールの関係が成り立っている。
それが SVC 文型のポイントです。今度は第4文型を見ていきましょう。第4文型は SVOO 文型です。これは動詞、人、物という順で並んでいます。例文では、She gave me a book. 彼女は私に本をくれた。Me が一つ目の目的語で人の部分に相当します。その後ろにもう一つ目的語が来て、物がこの部分に来ます。このような文型は限られた動詞でのみ使われます。最後に第5文型を見ていきましょう。第5文型は SVOC 文型です。このような例文があります。We call the dog ポチ。私たちはその犬をポチと呼ぶ。We が主語、call が動詞、the dog が目的語、ポチが保護となります。第4文型では目的語が2つ来ていました。しかし第5文型では目的語、保護が来ます。ここで the dog とポチの関係に注目してください。ここでは the dog is ポチという文が成立します。ということは、the dog イコールポチの関係が成り立っています。つまり、ポチは the dog の保護ということになります。O の部分と C の部分を B 同士でつなぐことができる。これが第5文型の特徴です。第5文型も一部の動詞でのみ使うことができる文の形です。5つの文型を見てきましたが、どの文型になるかは、動詞に何を使うかで大きく左右されます。それでは動詞の分類を見ていきましょう。動詞には大きく分けて B 動詞と一般動詞に分けられます。B 動詞っていうのは is とか am とか are ですね。そいつらと一般動詞。一般動詞っていうのは B 動詞以外の動詞すべて。go だの play だの。B 動詞以外のすべての動詞が一般動詞となります。そして B 動詞を使うときは第二文型、SVC 文型になります。一般動詞の場合は、さらに動詞を2つに分類できます。自動詞と他動詞、この2つに分類することができます。自動詞を使う場合は第一文型、SV 文型になります。他動詞を使う場合は第三文型、SVO 文型になります。ただし、全部の動詞が自動詞か他動詞かどちらかに分類されるということではなくて、自動詞と他動詞、両方の意味を持つ単語もたくさん存在します。このあたりの話もいずれまた改めて取り上げたいと思います。一般動詞を使った文は次回以降の動画で取り上げるので、今回は B 動詞を使った SVC 文型について詳しく見ていきましょう。SVC 文型ですが、難しく言うと S イコール C の関係性がある文という文になります。ごく簡単に言えば B 動詞を使った文になります。具体例を見ていきましょう。Her name is Nancy。彼女の名前はナンシーだ。このような文が SVC 文型です。Her name とナンシー、この2つの単語の関係に注目してください。ここでは、Her name イコールナンシーという関係が成立しています。こういう関係が成り立っているとき、ナンシーは Her name の保護というふうに呼びます。イコールの関係が成り立っている。これが SVC 文型のポイントです。もう一つの文も見ていきましょう。The book is interesting. その本は面白い。interesting というのは面白いという意味の形容詞ですが、ここでは the book イコール interesting なもの、面白いものという関係が成り立っています。the book イコール interesting ということで、この文は SVC 文型となっています。保護になれるのは名詞か形容詞というルールがあります。Nancy という名詞であったり、interesting という形容詞。名詞か形容詞のみが保護になることはできます。見方を変えれば、副詞などは保護になることはできません。例えば、このテストは簡単だと英語で言いたいとき、This test is easy と言います。This test is easily のような文は×です。easily は副詞なので保護になることはできません。このあたりの話については、私が以前作ったショート動画も参考にしてください。そして最後になりますが、今まで SVC 文型は B 動詞を使った文だよと説明してきましたが、一部の一般動詞でも SVC 文型を取ることができます。例えばこのような文。She became a doctor. 彼女は医者になった。ここでは C イコールドクターという関係が成り立っています。
したがってドクターは C の保護ということになります。他にも He looks happy、 彼は幸せそうに見える。 Happy という形容詞を使っていますが、ここでは He イコール happy なものという関係が成り立っています。したがって Happy は He の保護ということができます。このように一般動詞を使ってもイコールの関係が成り立っていれば SVC 文型になります。ただこの辺がちょっと難しい部分もあるので、初学者であればとりあえず B 動詞を使えば SVC 文型、第二文型になるというふうに思ってください。そしてある程度勉強して英語の感覚に慣れてきたら、このあたりの例文も改めて見返すのがいいんじゃないかと思います。はい、というわけで今回は動詞の分類や SVC 文型について取り上げてきました。次回からの動画で一般動詞を取り上げたいと思います。今回の動画はこれで終わりとなります。ご視聴どうもありがとうございました。